どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。明けましておめでとうございます。今年もねよろしくお願いします。実はこの動画の前にも動画一本上がってると思うんですけども、新年に入って撮影してる動画がねこれが一発目になるので、ちょっと前後差はあるんですけども、新年のご挨拶をさせていただきました。はい、何卒よろしくお願いします。今年も今年とってね、こう自分なりにのんびりとやっていくかと思うんですけども、動画の更新頻度とかどうなるかわかんないんですけども、いつも通りやっていければというふうに思います。で、今回なんですけども、もうここに軽くあるのと着用しちゃったりとか、剥いちゃってるものがあるんですけども、新年のね、初売りで購入してきたアイテムをご紹介していきたいというふうに思います。こう新年の初売りといえばセールだったりとか、そういったものがメインになると思うんですけど、ほとんどセール品買ってないね。全部で4点あるんですけども、全く正月感のないものを購入してしまったので、せっかくなんでね、ご紹介していきたいというふうに思います。僕的には珍しいものも買ったりとかしてるので、今年はそういったものもチャレンジしたいなっていうふうな意気込みもありつつ、そういったアイテムを購入してみました。っていう感じで、まずね、紹介していきたいんですけど、僕ね、ガジェット大好きなんですよ。なんで1個目。これ買っちゃった。DJI のオズモポケット3。これですね。ピントが合わない合わない。こんなに合わないことある？なんで？A few moments later. もうなんか合わないみたいなので、まあ、これちょっと向いてきますね。まあ多分去年発売されてね、いろんなガジェット系の YouTuber さんとかもご紹介してますし、まあ一般の方でもね、こう旅行行く時だったりとか、あとは最近はやっぱ Vlog とかが流行ってたりとかする部分もあるので、こういう風に YouTube をやってない方でもインスタ用とかで持ってる人もいるかもしれないんですけども、これを買ってみました。全然開かないんで、ちょっとハサミ持ってきます。A few minutes later. まあこんな感じでね、今日の動画マジで緩いのでね、まあお正月休み終わっちゃった人もいるかもしれないんですけども、まあのんびりとお正月気分で見ていただければというふうに思います。これなんかはね、こうずっと気になってたアイテムで、なんだろう、スマホだったりとかで僕 Vlog 撮っちゃうことが多いんですよ。おばさんぽーだったりとか、おじさんと遊ぼうとか。今考えると企画の名前終わってるよね。おじさんと遊ぼうなんて援助交際みたいな。すごい、めちゃくちゃ丁寧に入ってます。DJI の商品だとドローンとかが有名だと思うんですけど、まあそういったものを持ってるし、スマホのジンバルなんかもね、僕持ってたりとかするんですけど、この小ささっていうのと、あと最近ね、編集とか手伝ってくれてる子がいるんですけど、その子がやっぱ映像業界やってたりとかして、このオズモポケットめちゃくちゃいいよみたいな話をしてたんで、気になってね、購入してしまいました。いっぱい入ってるのよくわかんないな。こんなよくわからん部品もたくさん入ってるんですけど、後でね、こういう風なおもちゃいじくりますの大好きなんで、ちょっとこれで楽しんでいきたいという風に思います。ま、これやね。つくのかな？お、ついた。全く充電も何もしてないんですけども。お、すごいすごいすごい。ここがね、タッチスクリーンというか、もう全く映ってない。ピントが鬼悪い。新年で正月ボケしてるのが僕のカメラもオートフォーカスが悪いんでね、別撮りします。こんな感じで裏側にね、タッチスクリーンとモニターが搭載されてまして、ここをね、クイッとやるだけで電源がついたりとか、もうすごくね、取り回しがいいというか、やっぱり僕買い物動画だったりとかを撮ることが多いので、こうポケットに入れてパッと出せて、パッと撮影できるみたいな。いちいちこうボタンを押してセットしてとか、そういったものもないし、スマホなんかはね、やっぱ撮影中でもいじりたいって時があるので、そういった時にもね、便利かなと思ってこれを買ってみました。なんか DJI 製のね、マイクなんかもついていて、いつもね、僕の Vlog とかだと音声終わってたりとか、僕自身声がスーパーちっちゃいので、やっぱ通らない声してるし、そういった時もいいし、バッテリーもなんか外付けのね、グリップタイプのものがあったりとか、そんな感じで面白そうなんで買ってみました。価格はね、なんかこのクリエイターコンボツールみたいな、こういろいろフィルターとかマイクとかそういったものが入ってて99,000円とか、まあ消費税入れたら10万くらいしたんですけど、それを買ってみました。なんでね、これを使って今年はね、 YouTube 頑張ろうと思ってますので、多分頑張ると思いますので、まあ Vlog だったりとかちょっとおしゃれに撮っていきたいなというふうに思います。いつものスマホのザラザラ映像よりもね、やっぱり多少良くなると思いますので、頑張ります。はい、言ってねえな、それ。 2 hours laterなんでこれ？どういうこと？早っ。
2点目なんですけど、まあ、もうおなじみのユニクロです。これ何を買ってきたんだっていうとね、僕の一押しですね、この冬一押しユニクロアイテム、これですね、ヒートテックの靴下。このね、なんか何種類かタイプがあるのかな、なんか一番モコモコしてるやつが僕は好きなんですけど、これになります。価格がね590円で、2足買うと990円かな、そんな感じなんで、4足今回は買ってきたんですけど、この前もう何足か買って、やっぱりいいなというふうに思ったので、もうお代わり購入しています。この靴下以外だと、僕はなんか韓国でお土産で買ってきたセレクトショップみたいなところの靴下と、あとは自分がね昔作ってたウールの靴下だったりとか、そういったものしか履いてないんですけど、これはねなんか伸びもいいし、まあ、蒸れやすさがどうかって言ったらね、やっぱりウールとかの方がいいと思うんですけど、やっぱ使いやすいし、買い増ししやすいってところがあって、あとは色のバリエーションもね、ここにはないですけど、赤だったりとか紺とか、なんかちょっともくってるカラーだったりとかがあって、すごくねブーツだったりとか僕履くことが多いんですけど、そういったものと合わせた時とか、コーディネートでねちょっと足元に色をチラ見せさせたいみたいな、そういった時にも使いやすいアイテムになってるので、まあ、履き心地もいいですし、であとはヒートテックってついてるんですけど、そこまでポカポカするかさわかんないんですけど、すごく履きやすい靴下だなっていう風に思ってるので、これを買いました。これマジでおすすめ。なんかユニクロでねインナー系だと、僕エアリズムのボクサーパンツとか、あとはリブタンクトップとかね、こう定期的に買いますものがあるんですけど、今回もタンクトップ買おうと思ったんですけど、なんかシーズン的に今置いてないっていう風にね新宿のお店で言われちゃって、なんで今回は靴下だけ買ってきました。はい、そして3点目なんですけども、僕は一回履いちゃったんですけど、すごい珍しいの買いました。まあ、靴自体は珍しくないんですけど、僕病気なんで、ブーツだって靴買いまくってるんであれなんですけど、今回プラダのローファーを買いました。はい、これ、まあお高かったですね。14万とか15万とか。なんか友達だったりとか後輩にはね、まあそういうのを動画にしろよみたいなこと言われたんですけど、なんかまあ再現性があんまないじゃないですか。まあ、僕がハイブランドばっかり紹介してるようなチャンネルだったらね、まあ、参考にしてる人も多いかもしれないんですけども、まあ、何とも言えないねこのアイテムなので、単品紹介とかせずにもうこういう風にまとめてご紹介しちゃおうと思うんですが、なんてコスパの悪い動画なんだと個人的には思っております。まあ、こんな感じですね。足の甲のところにですね、プラダのこのメダリオンというか、そういったものがねついてて、シンプルなアイテムになってます。で、一応ソールなんかはね靴屋さんとかでお直しだったりとか交換もできるみたいなんですけども、履き心地はすごく軽くて使いやすいアイテムになってました。こうなんだろう、アメカジのブランドとかワークブランドとか、あとはドメスティックのブーツブランドだったりとか、スニーカースポーツブランドとか、いろいろ僕は履くんですけど、まあ、ハイブランドもね別に嫌いじゃないので、もともとなんかこれ気になってて、すごくシンプルで使いやすいなっていうのと、あとなんかモノリスシリーズだっけ、こう厚底のタイプだったりとか、あれをなんかね知り合いが履いてすっげーかっこいいなっていう風に思ったんですけど、僕が履いたらなんか身長180オーバーで、足元だけすごくポップな変なおじさんになったので、僕は通常のタイプにしました。まだね履いて1回目なんですけども、シワもねほとんど入っていないんですが、あえてこういう風なハイブランドの靴をね綺麗に履くとは思うんですけど、履き込んじゃってボコボコにしてもいいかなっていう風に思ってるので、普段の格好がねこんな感じですごくカジュアルなので、そういった時に足元にワンポイントアクセントとしてこういったものを入れても面白いかなっていう風に思ってるので、そんな感じでコーデしていきたいなっていう風に思います。挿入動画なんかも入れてると思うんですけども、ほんとシンプルでね、ブーツカットだったりとかちょっと太めのパンツなんか合わせた時には、ここの部分のねプラダのマークが隠れるので、いやらしさもそこまで感じず、でチラッと見た時にはプラダなんだみたいな、そんな感覚で使えたらいいなっていう風に思ってます。こういう風なハイブランドのものってやっぱ贅沢に作られてると思うので、そういったねいいポイントだったりとか見つつ、普段のねなんだろう、さっきのユニクロとかもそうなんですけど、コストパフォーマンスのいいアイテムなんかもね、そういった高いブランドを見てねいいなって思うポイントがあるからこそ、安くてもいいポイントあるよっていうところでね見つけられるポイントもあると思いますので、まあなんか勉強の一環というか、まあ個人的に欲しかっただけなんですけど、そんな感じで買ってみました。で最後なんですけども、もう小指につけてるんですけど、これですね、ピントが合わないんで全く見えないんですけども、これ僕はねこの左手の小指のピンキーリングにね、カルティエのジュストアンクルリングを購入していきました。これもまあなかなかいいお値段するんでね、単品動画とかそういうのはちょっとあれかなっていうふうに思ったんですが、たまたま新宿の伊勢丹行った時に、こうアクセサリーでね僕小指にねもともとドクロのゴールドのリングをつけてたんですけど、それなくしたんですよ。せっかくなんかメッキ塗装してサイズの直しもして、もう十何年つけてたリングなんですけども、
それをなくしちゃったんで、まあなんかね、寂しかったんですよ。左手のアクセサリーはゴールドにしていこうっていうふうに思ってた矢先、なくしてしまって、ちょっとごつめのアクセサリーを薬指とかにしてるので、なんかこれでさらにごついものをつけても、なんかちょっとバランス悪かったんですよ。なんで、華奢でね、ちょっとデザイン性のある、僕らしいものないかな、みたいな感じで探してるときに、この釘のデザインだったりとか、まあそこのなんかひねくれた感じとか、女性とかがつけてる人が多いと思うんですけども、まあなんかこの釘のね、デザインを小指にするのもありかなと思って、はめさせていただいたら、すごくなんかマッチしたので、これを購入してきました。他にはね、色で言うとシルバーみたいなカラーと、あとはローズゴールド、ちょっとピンクみたいなゴールドがあったんですけど、僕はイエローゴールドのもので、この左手のね、リングのカラーを合わせております。で、右手は右手でね、デザインが同じなんですけども、薬指にこういう風な、ちょっとごつめのリングと、小指にはね、スカルのリングがしてたりとか、あとは大体僕、時計なんか右手にしてるんですけども、なんか今年ゴールドの時計が欲しいなっていう風に思ってて、でゴールドの時計をするときには、このゴールドのアクセサリーを右手にして、まあ、統一感出して着用するみたいなのが好きなので、そんな感じでね、使っていこうかなっていう風に思います。ちょっとなんかね、はめ手で怖いなっていう風に思うのが、僕、右手の小指は感覚が強いというか、指輪をつけてる感じだったりとか、すごく感じやすいんですけども、左手の小指ってなんかその感覚が鈍いというか、それで多分落としちゃったと思うんですけど、今もね、つけててなんかこう、落としそうだなっていう感じがするので、なんか今後ね、これ右手にして、右手をゴールド、左手をシルバーにするかなっていうところもあるんですが、まあ、なんか使いながらね、考えていきたいというふうに思います。デザイン的になんか釘刺さりそうだなとか、そういったところもちょっと怖かったポイントなんですけど、つけると全然そんな刺さったりとか、引っかかったりとか、そういったところはなくて、で、逆にね、釘の頭の部分、それがなんか指に食い込んで、ちょっと血まみみたいなね、赤くなっちゃったりとかしたんですけど、つけててそこまで不便を感じたりだったりとか、なんか怪我しちゃったりとかはそこまで感じないので、愛用していきたいというふうに思います。はい。以上、僕がお正月に購入したアイテムになります。はい。っていう感じでね、今回お正月の初売りで購入してきたものになるんですけど、いかがでしたでしょうか。他にはね、実はロレックス買いに行こうとしたりとか、なんか正月から吹っ飛ばしそうになったんですけど、まあ、自制してここで留めてみました。まあ、それでも結構うん十万いってしまったんですけども、他にね、こう、通販だったりとかで実は買ってるものなんか結構家庭的なものが多くて、炊飯器買ったりとか、こう、なんかね、こう、夏くらいまで増量期間中というか筋肉だったりとかつけるためにね、体でっかくしたいなと思って、飯食いまくろうと思ってるんですけど、いつもだとパックなお米とかそういったもので食ってたんですけど、ちょっと炊飯器で米炊いて冷凍しとく方が楽だなだったりとか、美味しそうだなっていう風に思ったので、炊飯器を買ったり玄米をため買いしたりとか、あと何買ったかな、韓国行った時にね、こうハマった水切りヨーグルト、あれの急速でできるタイプのものとかね、すげえ良かったんで、まあ試しにね、概要欄に載っけとくので、まあ気になった人は見てみてください。すごくね、統一感のない紹介だったんですけど、まあ今年はね、なんか動画のテイストをちょっと変えたいなとか、いつも通りのこういう風な緩い動画も継続しつつなんですけども、少し力を入れたものだったりとか、ストーリー性のあるものだったりとか作れたらいいなーくらいには思ってるので、こういう風な撮影機材だったりとか使って面白おかしくやっていければという風に思います。はい、という感じで今回の動画が良かった、参考になったとありました、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。